今俺どうも、たつまです。今日はですね、なんと視聴者さんからお便りというか届いております。そのお便りの方を読ませていただきますと、奄美のコーヒー屋で奄美一辛いカレー屋カレーが裏メニューで食べられるそうです。ぜひ食べて感想を教えてくださいっていうことで来ました。ヘルマニコーヒーさんです。どっちか、ヘルマニコーヒーさん、僕もネットでとかインスタとかで見させてもらったんですけど、激辛カレーなんてメニューないんですよね。ってことで DM 送ってみたら、予約で激辛カレーあります、ね、めちゃくちゃ辛いです、多分奄美一ですっていうお話があったんで、チャレンジしてみようと思います。結構ね、辛いものはね、あのごく激辛のペヤングとか、世界一辛い唐辛子キャロライナリーパーを食べるっていう動画とか出しているんで、まあ根性で食べられるかなという気はしております。それではカット。店内の方に来たわけなんですけども、ベーコンブライス食いて、うわハニートーストとかもう好きなやつじゃん、絶対焙煎体験とかもやってる。うわ普通に美味しそうでいいお店なんだけど、やっぱりねカレーがないね。ないね。やっぱ裏メニューみたい。普通にミルク300円で売ってるじゃん。うわでもバナナコーン、チョコバナナジュースとかに、ね、ミルクめっちゃおかわりするかもしれない。ちょっと店内の様子をね。おしゃれー。今ね、貸し切りだね。すいません、注文お願いします。これメニューにないんですけど、裏メニューで激辛カレーっていうのを聞いて。あ、はいはい、ございます。はい、そちらをじゃあ一つお願いします。で、飲み物でカフェラテのアイスを一つで、以上でお願いします。お願いします。頼んじゃった。お便りってものを今後募集して、じゃあ奄美の気になるところとか実際どうなんですかっていうのを質問していただけたら、その動画にしてお返ししようと思います。お便りお待ちしております。奄美の人って結構ね、辛いのが苦手な人が多いらしくて、のくせさ島唐辛子はだからめちゃくちゃ辛いし、高齢偶数的な黒糖焼酎漬けみたいなのもあるから、ちょっと先に言うんですけど、このカレーより辛いものが奄美にあるぞっていう方いたらね、ぜひ教えてください。お腹減ってきたわ。お腹減った勢いで食えたらいいね。ね、お腹減ったっていうお腹を満たす感覚でカレーを食べれたら最高。カレーにはスープがつくみたいで、果たしてこれは辛いのか。まあこれはでもそんなだよね。これもちょっと辛かった、どうする。苦めじゃないよ。いただきます。スープが辛い。スープが辛かった。びっくりした今。あカレーやべやべ、さすがに辛くないと思った。辛っ。びっくりした、超辛い。怖くなってきちゃった。怖くなるわ。これはヒゲのスープじゃない。ちょっと喉の近い、ミルク何ぐらい辛かった？喉が焼けるぐらいには辛い。辛いの苦手な人は絶対無理。いや無理だね、これは。苦手な人は無理だからさ。ハンカチ準備。あ、お待たせ。はい、ありがとうございます。お願いします。おお、何が入ってるか気分。はい、良いですね。ありがとうございます。まあでもスパイシーな香り。あー辛そう。きたきた。結構辛いですか？たぶん辛いです。普通にカレーは結構辛いの食べれるんですけど、はい、しゃっくりです。辛くて、しゃっくりぐらいは多分出てます。これ食べれた人いない？え、おわー、ちょっとやーばー、ちょっと緊張すんな。そんな辛い攻略者ゼロ。ありがとうございます。いただきます。いらっしゃい。ちょっと説得決めなくて、どこか世界に行っちゃう。まあ、一口目はね、がっつり。やっぱ怖くないうちに。そうそう、怖くないうちに攻めた方がいいと思う。普通に熱そう。いただきます。いや、まだいけるな。
いけます。いやでこれ後から来るんですよね絶対。あーかーれーおーあーうん辛いです。見事にいやでもクリア者ゼロってことで頑張ります。服脱いだ。最初に服脱いだ。もう汗やばい。最初のうちにがっつり炒めるね。そう、うん、でも美味しい。あ、美味しいね。うん、ただ味を感じる。うんうん、カレーでもそうそう、だってずっとかき混ぜてるからね次の2口目が怖くていけないそうそう、ずっとね、こうやってね時間稼ぎしちゃう。うん、うまっ、うまい。あ、なんか辛くなさそうになったの見えるけど汗の量やばいね辛い。いやでもクリア者ゼロって聞いたら余計燃えるね。最初の一人目になってやるぜっていうね。動画だからちょっと顔作ってるけど、もうなんかやばそうだね。ちょ、メガネ取るわ今もう汗と涙でさ、メガネが機能しない。唐揚げもいいね。カレーまとませて唐揚げ。一口食べてみようかな。本当に。いやちょっと待って、結構しっかりね量あるから ね全部食べるのは難しいのかもしれない。その分この量があるから薄められるのか感じないけどねちゃんと水もいっぱい用意されてる。うん、ありがて。水もたくさん。汗やばい。汗やばい。キャッキャしてる。涙がもう目がうるうるだもん。汗が出すぎて、今こうやって頭振った時に涼しいの。ちょっと足止まってるよ。無理やり食ってる感じあるもん。一回逃げる。これなんだろう。漬物？ガリみたいな。うまっ。福神漬けみたいな。うん。漬物うまっ。あんねえ。甘い。甘く感じる。これだけ箸すんじゃなんかね、唇がね、ピリピリ、汗がね、口の中でしょっぺ、涙もずっとうるうる出てきちゃう。何度も心が折れる。通ってるところがわかんの。燃えるように熱いの、痛いの。食道が、体がね、拒絶反応するの。食べちゃダメだよってなんか胃が痙攣じゃないけどギュッてなってんのが分かる。ちょっと甘く感じるかもね。スープで箸休め。あースープは甘いけど辛いで、これはこれでクリアのゼロってことだから、一人目の制覇者として甘み中に名を馳せたいと。それだけのために頑張ってるから全然話進んでないでしょ。いきます。普通に量あるね。本当に辛いと喋んなくなるから。あー、喋れねえよこれ。ラストラスト。これはもう勝った勝った意地だね汗やばい、汗やばいよやば、燃えるように。やばい、ちょっとこの辺ペロッと舐めてみようかな。これぐらいなら口に入れた瞬間からこの辛い食べたのちょっとしか舐めてないのにずっと辛いよすごいうん一応そのキャロライナリーパー入ってる。キャロライナリーパー入ってるんですか、はい、それ食べれたらもう何でも辛く食べれる世界一一応辛いっていう。あ、確かに増えるのかこれより辛いのないんじゃないかな。
ぐらいの甘みと、まあ、マックスですね、今まだもうちょっと辛くていけそうですか。いやでも今も根性でカメラ回ってなかったら分かんないですね。足りなかったんだ。アホか。ノーヒントじゃないけどフラフラする。ビリビリってしびれて、あとは楽勝。あとはもう楽勝。甘いの。よくないね、キャロライナリーパーね、むやみにキャロライナリーパー使っちゃいかん。二度とやりたくない。やっぱジェシカル食った後二度と食いたくないんだよね。ついに量もね、多い。満腹になれる。悲鳴焼いてる。楽しみよ。唐揚げはうまい。うん、サクサクだね。そう、これもね、最初辛くて飲んだ時、最初飲んだ時びっくりするぐらい辛かったんだけど、このスープの辛さ感じないってやばいよ。手がプル、痙攣してるような気がする。プルプルしてるもん。箸とやっぱ箸プルプルしてた。ラスト。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。すごいです。初ですか？見たことないです。はい、あ一発目日本で一番辛いって言われてる極激辛カレー完食でございます。我こそはっていう肥満中旅行に来た激辛好き、ぜひテルマニコーヒー予約の上来てみてください。おすすめするのは普通のメニューです。体の拒否反応がずっとここに今あるのが分かる。いや涙も出るし眼鏡も曇ってるし、何分で食ったかな。やっちゃったな、これ足を踏み入れちゃダメなラインだと思ってる。これもしもさ、そのお便りでね、もっと辛いところがどこどこにありますって言われたら、なんか行かなきゃいけないじゃん。行きますって言っちゃった建前行くんだけどさ、奄美で一番辛い食べ物は現状これ多分これだと思うよ。これより辛いのが奄美にあるから。我こそはっていうお店とかがね、名乗りを上げてくれたら。あ、そっか、お店が張り切っちゃうパターンは嫌だね。とりあえずキャロライナリーパー入れればいいんだよ。そりゃ困っちゃうね。続いたカフェラテ、ちょっと混ぜて、うん、おー、うまい。ミルク。粘膜が守られていくね。はい、ということで奄美で一番辛いテルマニコーヒーさんのカレー、激辛カレー、大変美味しくいただきました。これより辛いものがあるぞという方、お便りお待ちしております。 Twitter、Instagram の DM に、またはこの YouTube のコメントにお願いします。このテルマニコーヒーさんの予約制の超激辛のカレー、一人目初の制覇者ってことで、僕の後を続く猛者たち待っております。待っておりますって言ったらなんか俺も食わなきゃいけなくなるから、勝手に上で待ってます。今度また普通にコーヒーいただきに来ます。今回頑張りました僕。なのでこの動画を見た方、チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価また低評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お便り待っております。バイバイ。今日の夜が怖い。